M サイズのマックフライポテトマックフライポテトは、ファーストフードチェーンのマクドナルドが販売している、フライドポテトである。サイドメニューに位置するが、マクドナルドの中では、主力商品である。通常日本の店舗では、朝、マックと称するメニューの時間帯を除いて、SML の3種類のサイズで提供される。原材料に、アメリカ合衆国のジャガイモ、アレルギー情報として、牛肉、 大豆も使用されている。また、夜マックメニューの時間帯限定で、マックフライポテトの L サイズと、チキンマックナゲット10個入りのサイドセット、ポテナゲ台、マックフライポテトの L サイズが2つとチキンマックナゲット15個入りのサイドセット、ポテナゲ特大が販売される。原材料のジャガイモは、工場で洗浄カットし基準に満たない、小さいものは、ふるいで取り除かれる。工場では、 余分な糖分を取り除くために素揚げをして揚げた時の色を均一になるするようにし、ポテトを急速冷凍している。店舗では揚げる直前まで専用冷凍庫で保存されている。牛脂とパーム油を配合した油で揚げたポテトには、ソルトディスペンサーにより一定量の塩が振られる。ジャガイモの原産国であるアメリカ合衆国で、労使交渉等が行われると、 原材料の安定的な調達が難しくなり、2014年12月17日から S サイズ以外の販売を休止、2015年1月5日から全サイズ販売再開した。ありがとうございます。